はいどうも、皆さんこんにちは。スクエニ作品の大ファン、シャマと申します。今回は歴代ドラゴンクエストの売り上げを歴史とともに紹介解説していこうと思います。単なる売り上げランキングではなく、ちょっとした歴史解説も含めて楽しんで見ていただけるように動画を作ったので、ぜひ最後までご覧ください。またこのチャンネルではドラクエや FF などスクエニの名作 RPG などを解説考察する動画をたくさんアップしていきます。同じくファンの方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは早速いってみましょう。まずは初代ドラゴンクエスト。1986年5月27日に名作ドラゴンクエストが誕生。当時は横スクロールのアクションやシューティングゲームが主流でしたが、このドラゴンクエストを筆頭に様々な RPG がリリースされ、世に大 RPG 時代を築き上げることとなります。その先駆けとなったのがこの初代ドラゴンクエスト。売上本数はなんと150万本とシリーズ初作品としてはかなり好調な売上をマークしていますね。はじめはスローペースで売り上げていた本作ですが、徐々に売上を伸ばしていき、最終的にはこの本数まで伸びていったそうです。1987年1月26日、ドラゴンクエスト2悪霊の神々が発売。前作ドラクエ1から1年ちょっとで新作が発売されるといったかなりハイペースで制作が進んでいることがわかります。こちらは発売後すぐに品切れが続出、ドラクエブランドをさらに確立していった作品でもあります。前作は一人で冒険する形でしたが、2からは3人パーティーが組めるように進化、冒険や戦闘の盛り上がりがより一層高まりました。しかし初めて遊ぶプレイヤーが混乱しないよう、ゲーム開始時は1人しかいないという形に落ち着いたそうです。売り上げは240万本、非常に高い記録をマークしており、ドラゴンクエストをさらに世に定着させていきました。1988年2月10日、ドラゴンクエスト3そして伝説へが発売。ロトシリーズ3部作の完結編にして始まりの物語でもあります。社会現象を巻き起こすほどの人気を博したドラゴンクエスト3、発売当日には全国の量販店にてディズニーランド級の行列、待機列ができたとか。ゲーム自体の出来も素晴らしく、完成度の高い、まさに伝説の作品に仕上がっています。売り上げはなんと驚異の380万本、ゲーム界の歴史にも名を残した作品でもあると言えるでしょう。1990年2月11日、ドラゴンクエスト4導かれし者たちが発売。シリーズでは唯一のオムニバス形式を採用しており、登場キャラクターにより個性がついたような作品になっています。馬車での移動や AI 戦闘など新しい試みも追加され、ドラクエに新たな風を吹かせた、そんな出来になっています。 AI 戦闘に関してはまだまだ改善の余地が残されており、少々頭を抱えるような行動をとるキャラクターもいたりして、ある意味でドラクエの歴史を刻むことになります。またロトシリーズが完結し、新たに天空シリーズと呼ばれる新シリーズが今作から始まっていきます。売り上げは304万本と、これまたかなりの高水準。前作と比較すると多少売り上げの低下は見られますが、それでも300万本超えですから、十分に売れていると言っても過言ではないでしょう。1992年9月27日、ドラゴンクエスト5天空の花嫁が発売。天空シリーズ第2弾としてリリースされた本作は、モンスターを仲間にしたり、結婚という重大な選択イベントが用意されていたりと、さらに新たな可能性を示したドラクエでもあります。人生がテーマに置かれており、従来作品よりもより重厚感のあるシナリオが特徴的です。またシリーズ初のスーパーファミコンソフトとしての発売となり、一段とクオリティの向上したドラクエが届けられることとなりました。ファミコンとスーファミじゃ音の感じも全く違って、臨場感も大幅にアップした印象ですね。売上本数は280万本、当時のゲームソフトはかなり値段が高騰しており、本作は税抜き9600円とかなり高めに設定されていたようです。時代背景や経済状況が今とは違うので、一概に高すぎるとは言いませんが、それでも少し驚くような値段設定ですよね。1995年12月9日、ドラゴンクエスト6幻の大地が発売。
天空シリーズの最終章完結編として発売され、多くのユーザーに親しまれました。本作から開発会社がチューンソフトからハートビートに変わり、システム面が変更されたり、当時としては大容量の 32MB ROM が採用されたことによってグラフィック面も大幅にクオリティアップしました。上の世界と下の世界を行き来しながら冒険を進めるといった斬新な体験が用意されており、ストーリー自体も今までに比べて少し複雑になった印象です。しかしながらその分ストーリーに深みが出た作品でもあり、今でも熱狂的なドラクエ6好きがいるほどです。好きなドラクエは何ですかって聞いて6ですって答えられたら、個人的にはおお、こいつできるなってなりますね。売上本数は約320万本、前作ドラクエ5の評判が良かったこともあり、好調に売り上げを伸ばしていったみたいですね。2000年8月26日、ドラゴンクエスト7エデンの戦士たちが発売。前作から5年という長い開発期間を経て発売された本作。当時最も勢いのあるハードで勝負したいという気持ちがあったエニックスは、ファイナルファンタジー7の効果もあり、販売台数が増加傾向にあったプレイステーションでの発売を決定しました。とはいえ、これまでの任天堂への恩があるエニックスは、プレイステーションへの移行に関して任天堂本社に直接謝罪に行ったそうです。そしてプレイステーションの発売元のソニーコンピューターエンターテインメントは、年末商戦にドラクエを加えたいと懇願しましたが、当時のエニックス社長がこれまでお世話になった任天堂への配慮を考え、発売の延期を決断したそうです。他にも様々な要因が重なり、発売までにかなりの時間を要してしまいました。これに関しては諸説あるので確実な情報ではありませんが、こういった話も出ていたんだなという感じで聞いていただければと思います。売上本数は406万本とかなりの売上を記録しています。当時のプレステブームも相まって、とても良い結果を残すこととなりました。2004年11月27日、ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君が発売。プラットフォームが PS2 に変わったことにより、さらに進化したドラクエが楽しめるようになりました。また開発もレベル5が担当することとなり、その際に過去のドラクエをかなり研究したようで、従来のドラクエ感はバッチリ残しつつも、新しく PS2 で描かれる美しい世界が表現されています。売上は370万本とこちらも大ヒット。日本国内で発売された PS2 ソフトの出荷本数では見事に1位を獲得しています。2009年7月11日、ドラゴンクエスト9、星空の守り人が発売。ドラクエ本編では初のマルチプレイに対応し、また Wi-Fi コネクションを利用した追加要素がダウンロードできるなど、つながりというものが拡大したドラクエともいえる作品になっています。また全ての装備の見た目が反映されるといったキャラメイク的要素も追加されて、新規ユーザーにとっても楽しめるドラクエとして名を残すこととなりました。売上は430万本と非常に高い記録を更新。 DS というユーザーの多いハードを使用している点や、前作発売から5年近く経っていることもあり、期待度が相当高まっていたことが要因と考えられるのではないでしょうか。2012年8月2日、ドラゴンクエスト10目覚めし5つの種族オンラインがリリース。ドラゴンクエストのナンバリング史上初の完全オンライン RPG として発売されました。ドラクエというゲームの性質上、一人で黙々と冒険を楽しむ形が主流であったため、当時の一部のドラクエファンからはかなり批判的な意見を投げつけられていました。実際にシリーズで10だけ遊んだことがないというプレイヤーも多いと思いますが、やってみると想像以上にドラクエしており、またオンラインゲームの特性を生かした遊びもふんだんに盛り込まれているので、一度ハマってしまえば簡単に抜け出すことはできないでしょう。売上本数は発売から1年程度で DL 版合わせて100万本と、数字だけ見ればぼちぼちの結果に見えてしまいますが、初の完全オンラインという形とパッケージ版との収益構造の違いを考えれば、国内のオンラインゲームとしてはかなりの成功を収めたと言えるでしょう。2017年7月29日、ドラゴンクエスト11過ぎ去りし時を求めてが発売。 3DS と PS4 で同時に発売されるというシリーズ初のマルチプラットフォームでの発売を実現。シリーズ30周年の思いも込め、
原点回帰を歌った本作は、最新機種で描かれる美しいグラフィックを特徴としつつも、ドラクエの懐かしさがふんだんに盛り込まれており、非常に完成度の高い出来となっています。売上は 3DS、PS4 を含めて320万本と、ダウンロード版を含めるとさらに数字は伸びることとなり、結果としても非常に良い記録を打ち立てることができました。以上、売上と見る歴代ドラクエの歴史の紹介でした。いかがでしたか？今後もこのチャンネルではドラクエや FF、キングダムハーツといったスクエニの名作 RPG の解説や考察、ランキングなどをアップしていきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。